はようございます。不殺については何度か書いたことがあります。不殺はウポーサタというサンスクリットが言語であります。その言葉のもともとの意味については岩波書店の仏教辞典に火もしくは神に近従する意と解説されています。そしてバラモン教の新月祭と満月祭の前日に行われた儀式を仏教に取り入れたものという説明もあります。仏教はバラモン教を否定して起きた一面もありますが、影響も大きいものがあります。不殺は半月に一度定められた地域結界にいる比丘出家僧たちが集まって原大目者という戒律の条文を受して自制する集会のことです。円覚寺においても毎月2回行っています。三機会、三樹上会、十善会、十重金会を読んでお互い自らの心に反省しているのであります。仏教辞典によるとその不殺が後月に6回6歳日に在家信者が寺院に集まって八斎戒を守り説法を聞き僧を供養する法会が盛んになり、これも不殺と称するようになったとなっていくのです。八斎戒というのは在家信者の守るべき五戒が元になっていて、不殺生、不中等、不邪淫、不妄語、不音樹の5つに加えて、装身具をつけず歌舞歌や舞を見ないこと、高くて広いベッドに寝ないこと、昼を過ぎて食事をしないことという3つを加えて八斎戒となるのです。六歳日というのは1ヶ月のうち8日、14日、15日、23日、29日、30日を言います。ですからもともと仏教の在家信者は一月のうち6日はお寺に行ってこの戒を守っていたのです。今思うと今のお坊さんよりも戒を意識して暮らしていたのではないかと思います。古い文献に月ごとの15日、30日に寺々に不殺を行う鑑真和上の伝えたまえるなり、和上は諸越の要宗の流行寺の大徳なりとあります。不殺は奈良時代の鑑真和上から各寺で行われていたことがわかります。さてこの不殺を漢語で訳したのが祭なのであります。不殺は音社といって音を当てただけです。中国の言葉として祭祀を行う前に飲食や行動を慎んで心身を清めることを祭と言っていたので、この言葉を訳に当てたのであります。そこで祭は不殺でありますから、1ヶ月のうち8日、14日、15日、23日、29日、30日の6歳日にお寺に参って説法を聞いて、そしてお坊さんに食事を供養していたことから転じて正午の食事を意味するようになったのであります。それがやがて仏寺に供される食事一般をも祭と呼ぶようになりました。ひいては僧に食事を供する法会である祭会などが成立したと仏教辞典に解説されているのです。現代では祭は時とも読み食事の意で用いられているのです。広辞苑で祭を調べてみても、一番仏教語、あ、症状の意、罪を懺悔すること、い、三号を慎むこと、う、正午を過ぎて食事をしないこと、え、仏事の時の食事時、二番、雅号などにつける語、と説明されているのです。注目すべきは仏教語として一番目に、罪を懺悔することが挙げられているのです。これはまさしく不殺であることを表しています。それから三号を慎むこと、正午を過ぎて食事をしないことというのは戒を守ることを意味しています。広辞苑の解説は実に正確なのです。
その後に仏事の時の食事という意味があるのです。しかしながら仏教辞典にも、不殺石灰絵が衰退するとともに、正午の食事の意で用いられることが多くなり、不殺の意に用いられることはほとんどないと書かれているように、斎や斎絵のことを不殺のことだと認識されることは少なくなってきています。そんなことを修行道場で講義をしていたのでした。講義の後、円覚寺の塔頭の会議に出ました。円覚寺にはいくつもの塔頭というお寺がございます。それぞれ円覚寺の世代の祖師をお祭りしている寺院です。コロナ禍の前までは、その塔頭の海山様のご命日に、山内の和尚が集まって、お経を読んでご飯をいただいていたのでした。コロナ禍となってしばらく中止になっていたのでした。そこでこれからどうすべきかという話し合いであります。相談の運営は皆の合議によって決めるというのは仏教教団の古くからの決まりです。古くは白紙コンマと言ったりしたものです。会に出席していた若い和尚が、海山様の命日のお務めは斎絵なのだからお経を読むことが大事だと発言していました。そこで私は、斎絵の斎というのは本来不殺であり、僧侶がお互いに会を守っているか確かめる儀式を言い、そこに在家の信者も参加して僧の説法を聞いて食事を供養したことが元になっていると申し上げて、本来の意味を伝えたのでした。斎絵の斎から不殺の意味が抜け落ち、出家在家信者と共に会を守る日だという意識も抜け落ち、その後食事を供養することだという現代の言葉としてのおとき、昼食という意味も忘れられて、お経だけ読めばいいという理論になっていたのです。今のお師匠様はもう斎絵というと、お経をあげてご飯を食べることのように思っているのだと改めて認識したのでした。本来の意味がこのように失われているのであります。時には原点に帰ることも必要です。お師匠様方の会議に出席して、改めて不殺という儀式の大切さを自覚したのでした。それでは姿勢と呼吸と整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぐよーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、
あ、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。